8月24日金曜日わらな地元関西にも金曜ニュースはいっぱいあります関西大室夏にお出かけこれええやんがですねもうほぼも終わりましたしもうないかなと思いきやですね、うん、まだまだあるわけでございますね、はい、はい。この残暑おすすめのお出かけ先でございますもうどんどん出かけてください、はい、この土曜日日曜日でもいいですから今朝はですねこちら阪神電車の甲羅園駅から歩いて6分ほど、えー、西宮市大谷記念美術館で開催中のはい。 イタリアボローニャ国際絵本原画展でございます。 あそこいいですね僕あの高炉園の駅に降りてね下を見たら川が流れてるんですよどねちょうど行った時にはねそこのとこにこいのぼりがねこうかかっていたんですよだからんかこう駅に着いただけでもねいい雰囲気になるのえそこからしばらく歩くとこの大谷記念美術館に行くということなんです行くまでに気持ちが高まりますね高まりますねでね実はこの展覧会なんですけど耳にされた方多いと思いますがこれ実は今日や昨日のものではございませんであ違うの この初開催はですねなんと今から40年前です<う>1978年でそれからね例えば美術館が改築する時とかまあ95年の兵庫県南部地震の時はお休みだったんですけどそれ以外は毎年ずっと開催されているという大変歴史のある展覧会です<ー>だから行かれたことある方も多いでしょうし何、ね、んやったらもう2世代で行ってる こともあると思うんですね、はいはい、さあではこのイタリアボローニャ国際絵本原画展これ何なのかと言いますと、えー、毎年春にイタリア中部の古い都古都ボローニャ市で児童書専門の見本市ボローニャチルドレンズ・ブックフェアというイベントが開催されてるんですってでそこではそれぞれの出版社がまあブースを出しましてね、うん、そこにたくさんのイラストレーターさんが直接 売り込むです絵を持ち込んで、うん、で版権の売買とか企画の相談が行われる場になってるブックフェアでこのブックフェア自体は、えー、1964年日本では昭和39年に始まったんですが、えー、67年からはイラストレーション絵本の原画を紹介するイベントを始めましてこれが76年からイラストレーションコンクールという形の公募展になってイタリアでずっと行われてたんですって。うんうん イタリアボローニャ国際絵本原画展コンクールには子どもの本のためのイラストを5点一組で用意して応募すれば誰でもできるという誰でも応募することができるというコンクールなんですって。で <laughs> でもっったて絵本作家でしょいや 素人の方でもちろんか点点組ですよ5点か世界中から選ばれた絵本の専門家である審査員たちによって、まあ、既に絵本として発表された作品、まあ、プロのものでもうん、うん、未発表のものでもすべてが平等に審査されて今では世界を代表するコンクールとして非常に多くの応募があって新人イラストレーターの登竜門として有名になっている。 イラストレーションコンクールの毎年毎年の入選作品が西宮市大谷記念美術館で展示されたのがこの日本におけるイタリアゴローニャ国際絵本原画展の始まりと、うんうん、それは歴史もあるってのもんですよねで,よねで今では東京の板橋区立美術館をはじめ国内の数カ所を巡回する人気の展覧会となっているとすごいですねこれね知らなかった歴史がありますよねこういうことをやっていたこと自体が知らなかったなというわけで 今年はですね、このコンクールに世界およそ70か国3053作品の応募が集まったんだそうです。すごいね、でその中で大変誇らしいんですが、うん、日本人のイラストレーター10人が入選しております。お 結構な確率ですね、うん、その10人を含む25か国77組の作家が、えー、入選したんですが全ての入選作を今この西宮市大谷記念美術館に行きますと見ることができると、うん、いうことです。で今ちょっとでいくつかをですねプリントアウトしてもらったんですが、はい、この「 アリレザ・コルドゥジアンというイランの作家さんのこれは玉ねぎの伝説というちょっとキリエ風なんですけど日本ではあんまり見ない感じのこれは日本的なあのタッチじゃないですね,ね <え S 2> <ー>不思議な動物の絵画これはもう プロですよプロ、ま、そうですすよププロロそうねは問わずというで<ー>やっぱり入選するぐらいですからあの絵本ですからやっぱりあのストーリーは僕何とか作れるかなと思ってるんですけどもやっぱこの絵をつけなきゃいけないという,うこの絵の部分がねしかも5枚ですからねそうこれはちょっと難しいな、ねうん、これはねアンドレア・ペクラールというスロベニアの作家さんの「私のお月様」という月と戯れる子どもの姿が幻想的なイラストになっています がでっかいもうね、うん、月がこの画面いっぱいに描かれてるんですがそこにこう子供がね何かのこうランタンか何か何を持ってねランタンタ持ってこの石の上にこうなんかこうねうえ立ってその月を照らしているというその部分うん、うん、照らされてるんじゃなくて月を照らしているというイタリアからモニカ・ザーニさんのこれ「パスタとパスタ」というこれもイタリアらしいなと思いましたけど。イタタリアですねねこれねねパス,タパスタ 色の感じもちょっとなんかこう古びた感じのテイストにしたってね日本からはこれ大越純子さんチーズ大作戦というちょっと白黒テイストの買いらしいネズミちゃんのイラストね。になりますね、うん、でもう,もう一人日本から酒井理香さんこのジャングルの夜というですねこれなんかちょっと印象派というかなんて言ったらいいんなこれいいですねあの、うん、なんかタッチとしてはドガみたいなねドガというよりもあのゴーヤーみたいなね感じがあるんですけれどね。あの なんかいいよいいよこれいろいろやっぱり絵本のなんて想像力が掻き立てられるこれ原画でしょ原画ですねこういうのも売ってくれるのかないや売っちゃくれないかこれは展覧会ですからここでは絵本になってから買えばいいんじゃないですかでもこれ欲しいねこれなんかこうちょっとした額に入れたらいいじゃあこれをきっかけに酒井理香さんという作家さんにねちょっと注目したらもしかしたらそういう売れる古展をやられるかもしれない構わないねね さあと、うん、ということでどれもこれも子ども向けの絵本の原画イラストとはいえ本当に綺麗で洒落てて幻想的で素敵です。でこれのコンクール5点一組なので、うん、あの展覧会の会場もそれぞれ全部が展示されています。はい、今代表的なものだけご紹介しましたけど、えー、それぞれの絵を見ながら絵本のストーリーがもうパッと見すぐ分かるものもあれば見た感じあんまり理解できないものもあるんですって。ない絵だけですよね いや書いてるものもあれば、うん、あな,ないのもあるいろいろなんですって、うん、だからどんなストーリーかなって想像するのもいいかなと思いますね阪神電車の高路園駅から歩いて6分ほどです西宮市大谷記念美術館で開催中イタリアボローニャ国際絵本原画展は9月24日振り返休日の月曜まで。 入館料は一般が八百円、大学高校生が六百円、小中学生が四百円です。開館時間は午前十時から午後五時なんですが、毎週金曜、青木さんの大好きな花金は午後七時までやってるそうです。あ、いいじゃないですか。ね。うん。で休館日は水曜日です。そでこ七時までってな、いいですね。この時間がね。ゆっくり行けますね。仕事終わりにね。のんびりできます。はい。あとですね、子供も楽しめる三つの美術館を回ろうという企画があるらしくて。はい。 このイタリアボローニャ国際絵本原画展と同じ時期に開催されている展覧会で入館料を相互に割引するっていうことをやってるんですよ。えー、面白いでこれねまず一つ目が芦ア屋ア市立美術博物館で、えー、9月9日までやってる「チャペック兄弟と子どもの世界展」。 これご紹介しましまたよねあともう一個は伊丹市立美術館で9月24日までやってるみんなのレオレオオこ,ししこれもやりましたそれと、はい、今回ご紹介した西の宮市大谷記念美術館のイタリアボローニャ国際絵本原画展、はい、それぞれの会場で他の会場のチケットの半券を提示すると入場料がですね 団体料金に割引してもらえるんですって、うん、まあ、例えば西の宮だったら二百円ずつお安くなったります。ええ、その総合割引もやってありますので、覚えておいてください。捨てないようにしてください。うんうん、で、ちなみに、この来年のコンクールは九月三日から受付開始なので、青木さん応募する。無理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 。<laughs> 無理無理無理。もう、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 本当にね、あの、絵の才能はないんです。全です写真の才能はあるけどね。ダメですはい、はいえー。ということで、皆さんよろしかったらね、行ってみてください。<ひ>関西小野でした。